美さんに映画初出演おめでとうの電話しちゃいましょう。しましょう。I can do it. いいねー。あれ電話出ないぞ、これ。嫌われてんのか、これ。まあ、しょうがないですね。なんだよ。テンション下がるね。まあ、若干ですね。でも全然、そんなことないです。次行きましょう。また後でかかってくるんで、そしたら電話しましょう。もしもし？もしもし。ごめんごめん、電話した？電話したよ。なんで電話出てくんないの？え？ちょっとバタバタしてた。いやいや、めっちゃ寂しかったわ、本当に。大丈夫さ。いや、でもさ、本当に3年さ、こうやって一緒にやってきてさ、やっぱ歌をお互い歌ってきたけどさ、また一表現者として新たなね、こう、新しい挑戦するさ、ね、ホットロード、ね、出演決まって、俺本当に、自分のことのように嬉しい、俺は。何その、棒読みか。いやいやいや、棒読みじゃない、本当に気持ちを伝えたくて。ごめん、キープオンドリーミング。またかよ。何やってんの、今。今ね、お家ですよ。あ、いえ？なんか騒がしいけど。今、収録中？収録中、収録中。なんで俺毎回って今、ノブさんに言っといて。じゃあ、ツイッター企画でさ、オミに電話してみたいな企画でさ、で、オミに電話しても出なかったからさ、ちょっと寂しかったな。よかった、出てくれて。あ、なんか、今日週刊終わったら、あれちょっと歌入れあるって。これガチなやつ。これガチなやつで。やるの？うん、やるって。なんか、ちょっとキーチェックも兼ねて。マジで？うん、そういうことだから。取材あるけど。その後だって。めっちゃ落ちてる。これガチなやつだから。じゃあ後ほど。あいよー。はーい。じゃあね。はい。はい。やっと出たよ、こいつ。やっとかけてきたよ。よかったでも。ガチのスケジュール見たらちょっと落ちてましたね。マジで落ちてましたね。今日遅いからな、そっからまあ、仕事あるんで。ダメです。もう仕事あるってことはもう嬉しいことなんでね。叱っときます、俺が。